はい、群青目です。今日はですね、脳が生まれ変わるウォーキング療法っていうんでね、私が前学んだ先生から学んだことをですね、ちょっと皆さんにシェアしたいと思います。歩くだけでですね、脳が生まれ変わります。キーワードサイトカイン。脳が生まれ変わればですね、脳みそは全て解決できます。ウォーキングは脳に革命をもたらします。で、現代人のライフスタイルっていうのは歩かない脳にとって大問題ですね。はい、ウォーキングですね、開始大体15分ぐらいすると何が、ホルモン、分泌されますでしょうか。はい、ベータエンドルフィンですね。神経伝達物質の分泌、脳内麻薬、快楽ホルモン。あと20分でドーパミンですね。ですからウォーキングをして15分、20分経つとベータエンドルフィンとドーパミンが出てくるんですよ。これすごいですよね。ドーパミン検査いらないです。自然に出ます、ね、で40分するとセロトニンですね。これ脳幹なんかやると出てくるやつですけども、セロトニン、神経伝達物質、ノルアドレナリン、ストレスホルモンから脳を守り、ストレスのないハッピーな脳を作ることができますね。ノルアドナリンなんてめちゃめちゃ猛毒だと思うんですけど、それからですね、脳を守る、まあ、ガンディ言えばナチュラルキラー細胞みたいなもんでしょうね。セロトニン、脳幹やるとね、すごく、まあ、特に出てきます。脳幹やった後に、朝7時ぐらいまでの太陽をね浴びるんですね。そうすると非常に分泌が良くなるようです。で、これは、リラックスホルモンとも言われてますね。で、60分すると全体的に、ホルモンのバランスが取れてくるということは、60分歩くわけですね。60分ってことでだいたい1キロでしょ、ね、毎日1キロはちょっと歩けないと思うんですけど、まあ、60分歩くといいですよということですね。で、脳に効くウォーキング療法、ウォーキングは毎日やっぱり1時間、15分でベータエンドルフィン、20分でドーパミン、40分でセロトニンが分泌され、1時間ほど歩くと三者のバランスが非常に良い状態になります。これはすごいな。ね、背筋を伸ばして1秒に2本のペースでセロトニン、脳にですね、放線核から分泌されるペースメーカー細胞、この細胞が刺激されることによってセロトニンが分泌が促されるそうです。で、ペースメーカー細胞を刺激するリズムが1秒に2歩、1秒に2歩ってのは大体このぐらいですかね。どうなんだろう。で、週2回だけですね、ちょっときつめの運動、脳が生まれ変わります。人類の500万年前、直立二足歩行、3倍の脳容量の増大で古い脳を鍛える、脊髄を通じてですね、脳に刺激がされているわけですね。で、元はこれね、四つ足だったのかもわかんない。で、二列こうね、立つようになって、だん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 来るのかもわかんないし、半分四つ足みたいだったかわかんないですけど、まあともかくですね、脊髄を通じて脳への刺激がされるということですね。で、野外を歩く、ルームランナーはですね、まあこれはまあ体力は消耗するし筋肉ができるんでしょうけど、あまりこの脳にとってはですね、プラスにならないようです、ね、景色や風、太陽の光、五感の刺激がですね、なければ脳への刺激はなかなか達成できない。できるだけですね、早朝、まあ、だいたい今5時、6時に歩く。で、早朝の太陽、脳の消化体へのですね、メラトニンが夜時間はこの分泌がこう止まってるんでしょう。でもそれが早く歩くと、早朝になるとですね、その分泌されるようでございます。ですから、なるべく早めに起きて、で、太陽のこう、日がある、出たらですね、日が出てきたらですね、もう歩くような感じができれば一番いいと思うんですね。ね、例えば黙ってこう60分ね、歩くのかったらいいけど、いろいろこうね、ベートーベンだったらシューベルとか、やっぱり森の中ね、いつも散歩して、
そこでいろんなアイデアが湧いてきたっていう話も聞いてますからね。ですからやはりそういう意味で言うと歩くことは非常に大事なようです、ね、でそれにですね、終わった後この何でしたっけこれ、パワーマップ瞑想なんかしてね、やるとなおさらこう気もですね入りやすくなると思います。まあ、今回のですね、まあ、テーマはウォーキングは1秒に2分、2歩ぐらいの速さで歩くっていうことと、あと時間によってですね出てくる分泌されてるホルモンが違う。で1時間でバランスの良いホルモンが取れる。それであとはですね、なるべく日が明けたらサンライズですか、ぐらいに起きてですね、早朝の太陽を浴びるということであります、ね、ぜひですねこれを少し励行してみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、どうもありがとうございました。